はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画ではこの Q-49 のフェイスラインの引き締まるエクササイズですね。はい、エクササイズ、これですね。エクササイズなんかあるんですかということで、はい、一応ここで紹介してるのはこの後頸筋を収縮させようということで、ここにね、後頸筋ってついてるんですけど、はい、これぞ力入れてねっていう話なんですけど、ちょっとですね、あのこの写真ではですね、はい、こういいと発音するようにっていうことを書いたんで、ちょっとね、あの食いしばらんといてほしいっていうのを、うんうん、あの注意点として言おうと思ってて、はい、こうこのエクササイズをするために食いしばって、うん、あの終わったらエラ張ってるって言ったらもう困るわけで。この筋が入る、これが後頸筋なんですけど、これ別に本来は食いしばらんでもできるんですよね。まあ、ちょっと訓練いるかもしれないですけど、はい、あの僕ぐらいだったら別に口開けててもできるんで、うん、こんな感じで、うん、多分ほとんどの人がクやっちゃうと思うんですよ、はい、こっち固なってるやんっていう本末転倒なこと起こる可能性あるんで、ちょっとこのままやっちゃったらね、うん、このままのこのイメージでやっちゃったら、うん、そうじゃなくて、あくまでもこの首の、うんうん、これを出してほしいだけなんで、あのかっちゃん食いしばらないようにちょっと注意してやってほしいですね、はい、うん、やっぱりここはね、あの、うん、動かせない人もいると思いますよ、最初いきなりやったら、うん、あのそんぐらいあの姿勢の悪い人とか、こういう姿勢の人だって使ってないんで、うん、あのここに老廃物が溜まって、こう二重顎とかね、うん、そういうたるみにつながってる人多いです、うん、そういう人はここ使えてないんで、うん、あのこんないきなり動かせない人もいるかもしれません、うん、はい、で、あ、食いしばらないように、はい、口開けててもできます、うん、はい、あの関係、本来は関係ないんで、この口とはね、口とはね、はい、関係ないんで、うん、あの食いしばらずに、はい、こ、あのいいと、うん、あの後頸筋を収縮させるエクササイズができるように、うん、まあ、ちょっと練習していただいたらなと。やっぱりエクササイズなんてね、あの訓練ですもんね。訓練ですから、うんうん、エクササイズですから、はい、はい、あのちょっと、まあ、練習はいるとは思いますけれども、うんうん、はい、できるようになればあのこうフェイスラインすっきりするんで、うん、はい、ぜひやっていただけたらなと、はい、はい、そうですね、思います。はい、はい、この動画は以上です。失礼します。失礼します。